皆さんこんにちは。花の82年組女優介護士准看護師の北原沙和子です。本日はインスタグラムでも紹介させていただいております私の手作りサンドイッチの作り方を今日はご紹介させていただきます。まだインスタグラム見てない方はフォローの方どうぞよろしくお願いいたします。私は車で移動していることが多いので基本的にはおにぎりをよく持ち歩いてるんですね。で、まあ、看護学生だった頃というのは毎日学校に通う中で連日おにぎり食べているのに実は飽きちゃったんです。それで何にしようかなと思ったところでサンドイッチだと思いまして、おにぎりサンドイッチとかっていう感じで交互に、まあ、持ち歩いていたんですけども、その時に定番となっていたのを今日は皆さんにご紹介させていただきたいと思います。まず今日はクロワッサンサンドとバンズサンドをご紹介させていただきます。こちらコストコで購入したクロワッサンです。こちらもコストコで購入したバンズです。サニーレタスですね。サニーレタスは別にサニーレタスと限らず普通のレタスを使っても良いかと思います。そしてゆで卵を用意しました。こちらはまあ、スライスチーズなんですけども、今日はとろけるチーズを使ってみました。ハムです。これ私ねちょっと実はブラックペッパーが大好きでして、ブラックペッパーがたっぷりとかかったハムです。見てわかるかなと思うんですけど、スーパーで購入したコロッケです。こちらは胡椒ですね。こちらはマスタードです。ではまずクロワッサンサンドから作りたいと思います。まず真ん中に切れ目を入れます。ここにのマスタードをちょっとかけます。軽くこうやってちょっと塗っていきます。塗りましたらサニーレタスをこのような形で挟んでいきます。野菜はたっぷり常に入れています。こちらの、まあ、とろけるチーズを真ん中にこのように入れちゃいます。こんな感じですね。ここにこの胡椒のたっぷりついたハムをこのように挟んでいきます。こんな感じです。ゆで卵ですね。このゆで卵を半分に切りました。ゆで卵を挟みます。マヨネーズをかけます。そして最後に私の好きな胡椒を振りかけます。見てください、こんな感じになりました。このままだとちょっと食べにくいですよね。このサランラップを使ってサランラップの上に置きまして、こうやってしっかりとくるみます。くるんでいきます。こんな感じにできました。お昼になる頃には全体が馴染んで食べやすくなるんです。次はバンズでコロッケパンを作りたいと思います。からしを少し塗ります。私はなんかあえてバターはちょっと塗らなかったりする人です。まあ、パンにね十分に使っているかなと思っていますので、こんな感じでからしを塗ってみました。そうしましたらコロッケをのせます。その上にこちらサニーレタスをどんどんのせていってしまいます。ごめんなさい、しっかり乗せちゃいます。もうお野菜はね、たんまり乗せちゃいます。そしてこの段階でマヨネーズをちょっとかけます。はい、でやはりちょこっ
と胡椒もかけちゃいます。ここにとろけるチーズをこのように置きます。そうしましたら上からかぶせます。今日はあのおソース、まあ、ちょっとあえて使わなかったんですけど、おソースはお好みで使ってみてください。まあ、私はあのこのコロッケにしっかり味がついているので、今日はマヨネーズを使っただけにしてみました。こんな感じです。いかがでしょうか。ということで本日は私の大好きなクロワッサンサンドとバンズサンドをご紹介させていただきました。中身というのはそれぞれお好きなものを入れてみるとよろしいかと思います。今日私はクロワッサンの方はあのブラックペッパーのハムを入れてみました。そしてバンズの方はコロッケを入れてみました。手軽にできて、そしてお野菜もたっぷり取ることができて、自分のお好みの味に作ることができます。で、隙間時間でパクッと食べることができるので、よろしかったら皆さんもどうぞ挑戦してみてください。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。